親愛なる皆さんへ。現在の地球での不確かな時代において、どのように自分自身を守るかについて、多くの質問が寄せられています。皆さんは様々な方法で、自己を守ることに慣れてきたかもしれません。例えば、寒い日には厚着して、帽子や手袋を身につけて身を守ります。また、太陽の熱から身を守るためには、サングラスをかけて日焼け止めを塗布する必要があります。そして、スピリチュアルな人々は、過去の地球上で溢れていたネガティブなエネルギーから身を守るために、様々な方法を用いてきました。私たちシリウス人も、シリウスの青い光で、地球上の皆さんを保護してきました。また、天使やアセンデッドマスターも、様々な形で皆さんを保護してきました。しかし、私たちは、ここで、皆さんにお伝えしたいことがあります。過去に使用していた保護手段は、今後の皆さんには、それほど必要がなくなるかもしれません。皆さんが3次元から4次元、そして5次元以上に移行するにつれて、ネガティブな存在からの保護は必要なくなるのです。以前にもお伝えしてきたように、地球上の暗黒の要素は、この惑星を離れつつあります。別の領域で自身の旅路を続けることになるため、もう皆さんを悩ませることはなくなっていきます。これは実際に今進行していることです。シリウスの偉大なセントラル3からの光を吸収し、融合することで、ライトワーカーとしての皆さんは自身の内側にあまりにも多くの光を秘めるようになりました。皆さんは今や自分よりも暗い存在から影響を受けることさえ不可能になるほどの光を放っています。過去にネガティブな存在から影響を受けてきた方々もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれは魂がダークサイドについて学ぶための経験でした。過去生で信念を貫くために命を奪われたり、迫害されたりした経験を魂は覚えていて、まだ恐怖を感じているかもしれません。しかし、恐れることはありません。すべては過去のことなのです。私たちがここで皆さんにお伝えしたいのは、このネガティブなものはもう過去のことであり、未来では闇の存在から身を守る必要はありません。今、地球に残されたごくわずかな闇の存在たちは、実際には皆さんや皆さんの力を非常に恐れています。もう皆さんが物陰に隠れる必要はありませんし、残された彼らは皆さんの近くにいることさえ嫌がるでしょう。皆さんの光は今とても強いので、中には闇の存在を探し出し、光に変えるためにヴァンパイアスレイヤーのように行動している人々もいるかもしれません。今、皆さんの中には特定の
有害な関係性の中に身を置くことで、自分の人生にどんな意味があったのかを理解し始めている人もいるでしょう。あなたにとってどんなに困難なことであったとしても、あなたは彼らの魂の闇の多くを光に変える手助けをしたことになります。私たちは親愛なる皆さんの光への献身を称えます。事故を保護するということは、今後悪天候で事故を守るのと非常に似たものになるでしょう。天候が荒れ模様の時には家にいてエネルギーを蓄える必要を感じるかもしれません。天候が晴れて明るい時には外出して太陽の下で体にエネルギーを浴びたいと感じるかもしれません。これはスピリチュアルな保護も同じです。怒りや恐怖に満ちた人々からは身を守る必要があると感じるかもしれませんが、志を同じくする人々と一緒にいると安全と安心を感じるでしょう。あなたの魂はすべてを知っていますし、シリウスから来る光も常にあなたを包み込み、ネガティブな要素を取り除き、保護し続けています。しかし、もしも保護が必要と感じる場合には、力強いイメージングをご紹介します。想像してみてください。シリウスの青い光が完全にあなたのエーテル体を、八面体や輝く三次元のブルーダイヤモンドで包み込んでいる様子を。これは非常にパワフルな形状です。思い浮かべるたびにあなたのライトボディに浸透し、非常にパワフルな気持ちにさせてくれるでしょう。八面体をピラミッドに見立てて、その底の中心があなたのハートチャクラと重なり、そして頂点があなたの頭上12インチに位置するステラゲートウェイチャクラに向かって上に伸びていると想像してください。また、もう一つの八面体の底の中心はあなたのハートチャクラにつながり、その頂点はあなたの足元12インチにあるアーススターチャクラに向かって下に伸び、地球にグラウンディングしていると想像してください。これがあなたのシリウスからの輝くブルーダイヤモンドです。いつも信じていれば、あなたが保護されていることは間違いありません。過去に起きたことや今起きていることは、すべて魂の成長のために起きたことだと心に留めておいてください。あなたはユニークな存在であり、あなたにとって正しいことが、今日のこの地球上に存在する他のどの魂にとっても正しいとは限りません。もしこのメッセージがあなたの心に響くのであれば、それは素晴らしいことです。私たちはあなたをサポートし、導くためにここにいますが、地球でのあなたの旅はあなただけのものです。あなたの魂は何をすべきかを正確に知っています。今まで通り、そしてこれからも、あなたは適切な場所で、適切な時に、適切な人々と出会い、経験し、学び、魂を成長させながら、今日のこの地球上で、輝くダイヤモンドになることができるのです。地球のエネルギーが高まるにつれて、あなたの魂は、
新しい5次元の地球で生きるために必要なものを、すべて顕在化させていくことでしょう。あなたは、パワフルな主権者であり、あなたの後に続く人々に、道を示す存在となるのです。私たちが、以前にもお伝えしたように、魂から、ネガティブなものが取り除かれると、周囲にネガティブなものを引き寄せなくなり、あなた自身もパワフルさを感じるようになるのです。そして、周りの人々もそのパワフルさに惹かれ、あなたの後に続きたくなるでしょう。友人や家族、そしてあなたが接触するすべての人々は、自然にあなたの影響を受けていきます。何も言わなくても、何もしなくても、あなたがただ存在するだけで良いのです。あなたはあなた自身の宇宙の中心なのです。そしてあなたの魂が必要とするものは、すべて与えられます。ですから、今不足を感じていることに対して、恐れを抱くことはありません。私たちは、あなたがこの時代、この場所にたどり着いたことを大いに喜び、輝かしい未来が現実にやってくる様子を見ているのです。この新しい世界は、今、皆さんと共に存在しています。それを心から信頼し、信じてください。そして、必要な時はいつでも私たちを呼んでください。私たちはいつもあなたのそばにいて、愛と平和と調和に満ちた地球の新世界へと共に歩んでいるのです。溢れる愛と祝福を込めて、シリウス。